は早速ごめんなさい。それではですね、早速お一人ずつご挨拶をいただきたいと思います。ローマ役花江夏樹さん、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。ローマ役の花江夏樹です。いや、最近だんだんと肌寒くなってきましたけれども、これからひと夏の大冒険が、熱い物語が始まりますね。皆さん楽しみにしていてください。今日はよろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、梶裕貴さん、お願いいたします。はい、トト役を演じさせていただきます、梶裕貴です。いよいよ皆さんにこうして映画をご覧いただける日が来て、とても嬉しく思っております。笑って泣いて楽しんでいただけたら幸いです。どうぞよろしくお願いします。続きまして、村瀬歩さん、お願いいたします。はい、ドロップ役の村瀬歩です。あれ、皆さんはまだ内容をご覧になってないんですよね。ご覧になってないんですよね。ちょっとネタバレはなるだけ控えたいと思うんですけれども、ちょっととても素敵な内容なので、ついついこぼれ話が出ちゃったら許してください。よろしくお願いします。そして花澤香菜さん、よろしくお願いいたします。はい、ちぼり役の花澤香菜です。いや、ついにみんなが見る時が来たんですね。私はもういいから早く見てっていう気持ちで、いっぱいでした。なので、みんなね、今日見たら感想とかいっぱいつぶやいてくれるのを楽しみにしております。今日はよろしくお願いします。それでは静香敦子監督、よろしくお願いします。はい、本日は皆様今日ここへ来てくださりありがとうございます。ちょっととても緊張しているので、とりあえず今日は言葉少なめに皆さんに委ねていこうと思っております。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。それではですね、マスコミの皆様、ここからフラッシュの使用をですね、お控えください。そして、ここからですね、皆様にどんぐりのいろんなお話を伺っていこうかなと思うんですが、まずは今日ワールドプレミア上映ということですので、初お披露目になります。主役の花江さん、石塚監督、まず今の気持ちをですね、伺えますでしょうか。はい、どうですか監督。どんどん振っていきますよ。言葉すぎって言ってたのに。あんまり喋るとボロが出るから。嬉しいですよね。でも、まあ、そうなんです。すごく嬉しくて、なんならもうここわーって駆け出したいぐらいの気分なんですけど、はい、ちょっとさすがに今日初お披露目なので、昨日の夜から珍しく緊張して寝つけないってなって、今ちょっと緊張しすぎてここちょっと触れてるんですけど、指先から足の先まで体温が下がり散らかしてるんですよ。この間のね、同じ東京国際映画祭のレッドカーペット、全然もうすごく素敵にこうウォーキングされていたんですけども、なんか全く緊張の方がやっぱり緊張する、ね、いやもう全然違います。だってレッドカーペットは皆さん梶さん見に来てるんですよ。そんなことないですよ。そんなことあるかもしれないけど、まあ、今日はね、間違いなく映画をね、そうだから今日は間違いなく映画を見に来てるんですよ、はい、もうそうなるとちょっと話は別で、そっとしといてほしいんです。いやでもアフレコの段階から相当絵が完成されていて、うん、もうめちゃめちゃ綺麗だなって思いながらみんなでアフレコしてたんですけど、やっぱりこう音楽がついてこうセリフが入ると、またこうよりグッと作品がこう濃くなって見応えがあるなっていう風に感じました。僕は。ありがとうございます。そうですね、できるだけ絵の良い状態でね、皆さんに命を吹き込んでいただこうと思って頑張りました。ありがとうございます。花江さんの方も今のお気持ちは、今お話しいただいたようなことなんでしょうか。今話した通りです。ありがとうございます。とても嬉しく思っていますが、そうですね、僕もいつかレッドカーペットを歩いてみたいなと、はい、歩こう思って今から歩く準備をしておきます、はい、ありがとうございます。今回ですね、少年たちのひと夏の冒険ストーリーということで、高校生の青春というのを、まあ、描かれているわけですけれど、キャストの皆さんは演じるにあたってですね、意識されたことなどありましたでしょうか。花江さんから伺いますでしょうか。やはりそうですね、本当に年齢が高校生成り立て、ぐらいなので、なんていうんですかね、やっぱりそのぐらいの年齢ってもう反射で喋ったりするじゃないですか。もう特に会話に意味はないけど、なんとなくこうだべるっていう、なんかそういう意識で会話のなんか何ですかね、こうニュアンスを出すっていうよりはもうテンポをこう重視した会話のシーンが結構多いので、そこは僕は意識して演じました。どうですか、加地さん。
あ、お振りいただいてありがとうございます、はい、どうもカジです、そうですね、僕も今花井くんが言ってたように、その日常会話のテンポとかテンションリズムっていうのがすごい、で高校生らしい等身大のその若さっていうのがすごく反映されているなと、あの最初にこう、まあ、台本読んだ時も、ね、リハーサルの映像で、まあ、口パクを見た時もそのテンポがすごく綺麗に残されてるなと思ったので、なるべくその子供たちのナチュラルなテンション感っていうのを反映させられるようにというのを意識しつつ、まあ、全体で言うと、まあ、そういうリズムがいいシーンがコミカルなシーンがあるからこそ、まあね、もちろん静かなシリアスなシーンもあるので、そこがぐっと心に刺さってくるんだなと思ったので、その辺はあの演じる上でも意識しましたね。どうですか村瀬さん、はい、ありがとうございます村瀬です。いやみんな MC なの。MC 交代制だった。ドングリーズだから。我々は。そうだよね。そうそう、俺たちみんなでさ。そうだ。支え合っていこうよ。支え合っていこう。いやちょっと早く言ってください。やっぱりこう2人がすごくまあなんていうのかな、こう10代の半ばぐらいの感じのそのお芝居されてる中で、ちょっとこうなんていうのかな、すごく子供っぽいところもあれば逆にすごく大人なところもあるっていう、ある意味こう立ち回りだったので。まあ、そういうのはちょっとあの見ていただければおいおいいろいろと分かるんですけれども、まあ、そこのところすごく大事にして、ここはちょっと あざといぐらいにもうちょっと子供っぽい感じに無邪気にしようとか、ここはちょっとより大人な面出そうとか、そういうところをすごく悩みながらやってた感じですかね。はい、どうですか花澤さん。いいんですか。もちろんです。ドングリーズじゃないけど入んちゃいなよ。いいです。誰ドングリーズ。友達が。そうだね。そうですね、千森ちゃんもまあなんだろう、みんな割とまだ夢を見つけてないっていう状態の子が多い中で、カメラっていう自分の大事なものを、持っているっていう、なので、まあ、周りよりはちょっと大人っぽいっていうのは意識しながらやってましたかね。はい、ありがとうございます。石塚監督はそうするとアフレコの時にですね、皆さんとどんなお話をしながらですね収録されたんでしょうか。そうですね、一番最初に本当に短く等身大の男の子たちですと、ただそこに付け加えたのが、決してその自立したしっかりした少年であってはならないと、幼くダダをこねてほしいという伝え方をしました。であとはまあその主役としてこの作品の空気を作っていく上で、そのローマ君、花江さんにはそのできるだけナチュラルに、先ほどご本人もおっしゃってましたけど、思ったことをそのまま口にしてしまう、その脊髄反射感といいますか、その心の内を秘める間もなく脊髄反射でポロッといっちゃうぐらい その肩の力を抜いたナチュラルさみたいなものをお願いしまして、でもそういったナチュラルなお芝居って本当に上手な方でないと、その先ほどおっしゃってたその幼さと大人っぽさのギャップだったりとか、そういったその強弱の表現って非常に難しいんだろうなと思うんですよね。だけど本当に皆さんそれを本当に上手に表現してくださって、キャラはもう生き生きしていると思うので、皆さんぜひ楽しみに見ていただけたらなと思います。でそのドングリーズのお三方はですね、アフレコを一緒に収録されたそうなんですけれど、多分そのナチュラルさっていうのも一緒に収録されたことがこうプラスに反映されているんじゃないかなと思うんですけど、共演している最中にですね、収録時に何か印象に残っていることありましたらお話しいただければなと思いますが、花井さんはいかがですか。そうですね、結構普通のアニメっていうのもおかしいんですけど、こう何ですかね、本当会話が重なりまくっててだよね、難しいなこれ呼吸を合わせるのがっていうシーンが多かったので、そこはでもやっぱりお二方とリズムをこう合わせて一緒にこう作っていった感じですかね。うん、作れたと思うよ。作れましたかね。作れたと思うよ、すごく。できてたよ。よかった。なぜ今その言葉が硬い。嬉しい嬉しい。いやでもね、なかなか、まあ、基本的に3人で進んでいく物語で、はい、これだけ濃厚なね、お芝居の掛け合いをずっと3人でさせてもらえるっていうのは、うん、すごく貴重な経験だったなと思います。まあ、そこにね、チボリのシーンとかが、まあ、印象的に入ってくるわけですけど、その会話劇っていうのがすごく楽しかったなと思いますね。はいはい、僕事前に拝見させていただいたんですけれど、すごくそのプレスコかなと思うような自然な感じでセリフが噛み合ってたんですけれど、やはりその先ほども苦労あったってありましたけれど、はい、なかなか
こう息を合わせるまでは時間がかかったりしたんですか？いやそれはもうあの長い付き合いですのでもうねすぐですよね。僕はもう自分のセリフを結構見失いがちでした、あ本当にすごくやっぱテンポが良かったから、だからそこにこう追いついていくというかそこがすごい大変で、逆にもうそれこそ花江くんと梶さんなんかはさっともうなんか水を得た魚のようにやっていくからいいなって思いながら実は見てました、僕は。はい、でもすごく引っ張ってもらった感じありましたね。あ、うん、そんなことをなんか感じなかったけどね。うん、そうですね。本当ですか？やっぱそのあゆうの自分の中のハードルが高いんだろうね。なるほど。すごくね。もう全然なんかおうまくやるなって思いながら、うん、いやありがとう、ね、何の何の回こんなに中身なくていいのかなんかあんま言えないからそうなんだよね、いろいろ言いたいこともあるんだけどね。でも何ですかね、こう演じてて思ったのはやっぱりそのさっきのわがままな感じっていうんですかね、うん、こう僕としてもそのローマを含め、まあ、この3人に結構親って思うことがあるんですよ、うん、この言動とか性格的に、はいはい、なんですかね、この若い頃って結構何が正しいのかとか何をやっちゃいけないのとかって分かってないあのことが多いので、そういうなんかちょっと青臭い部分だったりそういうリアルさを結構あの会話の中で出していけたかなっていうのは思いますね。お前それ人に言ったら失礼だぞとか、あのイラってするようなことだったりとか、あのそれちょっとよく考えたらダメだよっていうこともあのちゃんと作品の中で描かれているので、そこがあのすごくいいなっていうふうに、そうね、はい、まあね、それもやっぱ自分も経験してきたことだからこそどういう言い方をしたら相手にそう感じてもらえるかっていうのが分かった上でね、はい、お芝居するし、本当テンポがいいしボケツッコミみたいなものが終始あったりするんですよ、その、まあ、コミカルなやり取りが。なので、まあ、中で言うとトトは結構ツッコミポジションみたいなところがあったので、あの僕は声枯らしてましたね、もう終盤にはカスカスしてくるぐらいの、そのぐらいエネルギッシュな冒険探だなと思いますね。主に僕のせいですよね僕が結構引っかき回す、ね、方なので、うん、そう、でも、うん、そういうなんか序盤のうちから結構、まあ、あのトトがね、うん、すごくなんかもうわーってこういろいろ突っ込んでくれたり、うん、でなんかローマは、まあ、ドロップに対してなんていうのかな、ちょっと気が合うみたいなところで、うん、和やかにこうやったり、たまになんかちょっとおかしくないっていうのとか話したりして、うん、3人のそのバランス感が結構早いうちからできて、そうだね、うん、よかったっていうのはありましたね、うん、はいはい、ありがとうございます。あの花澤さんに伺いたいんですけれど、はいはい、花澤さんはあの石塚監督が手掛けられた、はい、空よりも遠い場所にも出演されていますけれど、はい、まあ、本作との印象の違いみたいなのをですね伺えればと思うんですけれど、そうですね、やっぱ見てると、はい、石塚監督だなって思う、うん、なんかよだれ垂れるぐらいあのいいなって思うとこがいっぱいあるんですけど、そうだな、違いといえばやっぱさっきあのみんなが言ってたように、うん、あの男の子のまだこう成熟してないところっていうのが、うん、なんかすごく出てるなと思って、うん、それよりも遠い場所は割となんだろう、もうちょっと大人っぽい、うん、あの女の子たちだったのかなって、あと関わる大人たちがいっぱいいたっていうのも結構大きな違いかなと思います。あのこのドングリーズの中だけで濃く話が進んでいくっていうのが、あのあこの映画まるまるドングリーズで楽しめるっていう、うん、なんかこの作品の特徴かなと思います。ありがとうございます。あの石塚監督に少し伺いたいんですが、はいはい、あのそれよりも遠い場所は、まあ、女の子たちが旅をする話で、今回は男の子たちが旅をする話なんですけれど、はい、そのあたりこう何か狙いというかお考えがあってこう企画を決めたのかなと思うんですけれど。そうですね、あこの辺ちょっと語り出すとすごい深く長くなっちゃうので、はい、触りだけ触れるとするならば、そのよりもいで女の子同士 の, その内面を掘り下げる、その半径20メートルぐらいの物語を南極を舞台にしつつも、結局のところ彼女たちだけの心の物語、絆を描いていったというのに対して、じゃあ次はその外側へ向けてエネルギーを発散させていくっていう物語を考えてみようということで、ちょっと男の子っていうキャラクターを立ててみたという、うんうんうん、まあ、確かにあの映画ご覧になると今のお話すごくよく分かるものになってかさすがですさん思いますけれど、あのそんな中でじゃあ花澤さんにま た,、はい、また登壇していただこうと思ったのは何か理由がありましたか？はい、それはもうかなちゃんが可愛いからですよねずるーなんかすごい嬉しい本当ですか、まあ、本当に真面目なお話をしますとあのこのすごくナチュラルなお芝居を皆さんにも求めつつ、その、うん、
コミカルギャグなんかの関係もつけつつっていうこの世界観のラインで行った時に、そのヒロインとしその主人公たちが憧れるヒロインとして可愛いけれどもこびない、そのナチュラルなその清楚な可愛さみたいなところで、やっぱりその花澤さんの声は欲しいなと強く思ったのでオファーさせていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。で、あの本作ですね、映像の美しさや、まあ、キャラクターたちの心情、葛藤や成長ですね、それからアレキサンドロスさんの主題歌などたくさん見どころがあると思うんですけれど、これからご覧になる方、この辺ちょっと注意して見ていただけるといいかなというのをですね、挙げていただければ、あの複数挙げていただいても全然構いませんので、治安顔の花江さんよろしいですか。そうですね、いや本当にいっぱいあるんですけど、結構あの音楽と映像だけで進むシーンが多くて、そこは見ていて本当に映像の綺麗さというか力がすごいなっていう風に見ながら思っていたので、音楽シーンですかね、結構あれですよね、音楽シーンありますもんね。そうですね、はい、ありがとうございます。あ、じゃあ梶さんいかがですか。はい、そうですね、まあ、背景美術にもこう圧倒されるものがあって、はい、まあ、印象的なのが滝だったりするんですけども、うん、まあ、あと花火ですかね、その辺もちろん楽しみにしていただきつつ、僕も今花井君が言ったように音楽っていうのはすごく自分もこの作品を改めて見てみて感じるところがありました。劇版もそうですし、うん、まあ、その主題歌もそうなんですけども、キャラクターたちが、まあ、一回実は歌うシーンがあったりするんですけども、そこがまあ、もちろん作品に大きくリンクするところなので深くはお話しできないんですが、やっぱり、ね、声優がこう、まあ、キャラクターソングというかその心情を描写した楽曲を歌うっていう部分で、どうやったら彼らのその気持ちを歌に乗せられるかっていうのも考えて、そこもお芝居として込められたのがすごくこの作品として大きな意味があったような気がしますし、印象に残ってますね。はい、村瀬さんいかがですか。そうですね、なんか2人にだいぶいいところをいっぱい取られちゃったんで、別の角度から話すと、まあ、本当に映画特にやっぱりすごいなっていうのはあるんですけど、人の細かい芝居が本当にもうそれこそリハーサルで VTR 見た時からすごくて、特に目がめちゃくちゃ雄弁に語ってて、なんかちょっと後ろめたかったりとか、もうちょっとなんかこう探したいとか、ちょっとなんかこう本心を隠したいみたいなところの、なんか顔もそうだけど、あ、目って本当に雄弁に語るんだなっていうところ、なんかすごいこだわりを感じたので、ぜひ目にちょっとこだわって見ていただけたらいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、花澤さんはいかがですか。はい、いっぱいありますが、みんなハンカチは持っていますか。大事。そうなんですよ。あとやっぱこの終わりまで見てまた最初から見たくなる、あのすごいね、チラシとか、チラシ新聞とか、なんかいろいろ細かく、あそこ見ればよかったとか後からやってくると思うので、ぜひ何度もこう、まあ、今日はもう目をこうかっぴらいて見ていただけたらいいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。石塚監督はいかがですか。まあ、選べはないとは思うんですけれど、はい、そうですね、まあ、立場的に全て目かっぴらいて見てくださいっていう立場なんですけれどもまあそうですね、どこがいいとかというよりは、やはり皆さんにこう何の前知識とか雑念もない状態で没入していただけたら一番だなと思いますので、うん、もう素直に映画の世界に身を委ねていただけると、私が裏で小躍りして喜びます先ほど村瀬さんから目のお話がありましたけれど、はい、キャラクターデザインの吉松さんとはどんな今回お話しされたんですか。はい、そうですね、吉松さんとはもうお付き合いも長く一緒にやらせていただいているので、意外とこう私が言わんとすることをすぐに汲み取ってくださった感じがして、うんうん、でよりもいの時から引き続き今回リアルで表情豊かで元気な子たちを作りたいって話をしたので、とにかく変顔をたくさん今回もさせますと宣言しまして、その表情変化、その目もそうですし、アニメーションのキャラクターって輪郭をあんまり崩して描かないんですけれども、特にこういうリアル系で描写の多いキャラクターっていうのは、今回は輪郭崩しながらいきますよっていう宣言をしまして、うん、トトとか一生懸命鼻の下伸ばしてくれてましたからね印象的ですね、確かに ねすごく描きやすかったです、はい、僕も絵があったのでやりやすかったですはい、ありがとうございます。
皆さんにですね、改めて伺いたいんですけれど、前知識なしで、皆さんにはご覧いただくんですけど、演じられたキャラクターのですね、印象をですね、少しお話しいただければなと思うんですけれど、花江さんはローマという役どう思われましたか？そうですね、僕も割と学生時代ローマにこう通ずるところというか、ローマが思っていた、悩みだったりとか、そういう何ですかね、こう成長過程みたいなのがあったので、結構演じる上ではすごくやりやすかったですし、言ってることも分かるし、お前何言ってんだよっていうことも今になったらすごく分かるなっていうセリフがとっても多かったですね。はい、ありがとうございます。梶さんいかがですか？はい、そうですね、まだ上映前なので、ね、なかなかこう、はい、細かくお話しするのが難しかったりはするんですけど、今出てる情報でいうと、開業医の父がいて、自分もその医者の道を、レールを歩んでいくっていう立ち位置で、そこがね、きっと誰しも自分が進んでいくべき道ってこうなのかな、考える瞬間もあれば、もう全く無意識にそういうもんだと思って、歩いているような時期ってあると思うんですけども、まさに、トトがそういうものに、ね、こう直面しているようなタイミングがこの劇場で描かれているわけですけども、僕も僕はこのキャラクターの中でやっぱりトトに一番共感できて、表面上はねとても明るくて元気で賑やかでっていう感じなんですけど、時折こう何だろう、影を見せるというか、繊細であり、ともすれば神経質な面を持ってる子だなと思うので、そのあたりのギャップっていうのをすごく大事にして演じましたね。はい、ありがとうございます。村瀬さんいかがですか？そうですね、さっきもちょっと申し上げてしまったんですけど、すごく子供なところとあと大人なところが同居してて、でやっぱり洞察力がすごく深いというか、ただなんか考えてこうその洞察力を生み出してるっていうよりは、ちょっとなんか野生の感というか、なんか人のことをなんかすごく感じて、でなんか人の痛みもこういろいろ分かち合って、で考えて、でなんかその上でなんかこう自分の生き方にこうなんていうのかな、いろいろ考えさせられてる子なのかなっていう思いはすごくあって、でもちょっと話し始めるとだいぶネタバレになっちゃいそうなので、はい、ちょっとぜひこの続きはもうちょっと後のムービーで確認していただきたいなという感じで、はい、ありがとうございます。花澤さんはいかがですか？はい、そうですね、なんでしょう、登場シーンはすごく少ないんですけど、なんか夢にこう向かってなんか突き進んでたり、その自分の好きなことを語ってる時の表情とか、もう目がめちゃくちゃキラキラしてたので、そこがすごい眩しい女の子だなって思いながらやってましたね。はい、ありがとうございます。そしてですね、本日花江さんから新情報があると伺っているんですが。あ、新情報？僕からですか？任せます。お願いします。僕から新情報があるんですか？あ、なんか持ってる？持ってない？特に何も持ってない。なんかじゃあ映るのかな？ちょっと見ていいですか？一応台本には新情報が書いてある。マジで知らない。電子レンジ台本からじゃないじゃん。そうなんです。そうなの？映画グッバイドングリーズの公開日が決定しました。はい、やった。確認できました。よかったです、はい、お伝えしてください。2022年の2月18日金曜日となります。はい、やった。はい、これ覚え方なんですけれども、花澤さんの誕生日の1週間前、覚えられるか。おめでとう。おめでとう。ありがとうございます。早いですね、だいぶ。1週間前って、はい、なんで、来年ですね、ちょっとまだもうしばらくね、お待たせしてしまうかもしれませんけどもね、楽しみにしててください。はい、どうもありがとうございました。皆さんぜひ2月18日からのですね、公開をお楽しみください。それではですね、まだお話伺いたいところなんですが、お時間となりましたので、これからですね、撮影の時間とさせていただきます。恐れます。一歩前の方へお進みください。